こんにちは。こんにちは。モンテリア山形小松彩太です。公式みたいな挨拶。持ってきました。何？コーヒーじゃん。イエーイ！ありがとう。いちごもいただいたのに。ありがとう。食後に飲もう。マスターブレンド。YouTube で弾いてるってさ。弾いてきました。あ、すごい。もうできすぎて怖い。あ、ありがとうございます。あ、もちろんです。後輩なんで。こういう時の後輩感すごい。差がすごい。でね、これ米粉なの。あ、なんか噂に聞きました。大丈夫かな。初めての米粉みたいな。そう、だからできるかわかんない、ちゃんと。だしの匂いがすごい。で、初だね、タコパ。で、初タコパ。いただきます。どうぞ。どうぞ。あ、やろうよ。危ない、危ない。危なかった。危ないよ。ダメだよ。でも、あ、そうだ、しんくんの動画で、ごちそうさまなかったのさ。そう言った。あ、寂しくて。だからあれ今ちゃんとごちそうさまの人入れてるね。うん、そう、今日ちゃんとごちそうさまもやらないしっかりやりましょう。よいしょ、せーの、いただきます。おすごい。これこれ、いただきます。ぐじゅぐじゅじゃない？うん、早いって早いって早いよ、全然全然なってないじゃん。あー、やめてよ。ちょ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 、ほら早いって顔すごいやつ。顔すごいやつ。何、どんな顔？マツコの気づくから。あ、そう。あ、美味しいですこれ。あ、わーい。ちょっとサラダ食うわ一回。初めての自家製ドレッシング。うん。うま。全部初めて。あ、それだけ違う。これ美味しいよね。それ好きなの。え、タイくんご飯作ったことある？こっち来てはないよ。感謝しなきゃですね。簡単なのもね。ね。手間が詰まってる。そう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 。ありがとう。私の味方して。好感度ええよ。そんなこと言ってくれないの。いや、言ってるよ、いつも。ね、え、なんで俺の好感度下げようか、いつも。ね、てっくん、小麦粉がダメなの。そう、なるべく、別にオフ前とか食ってんだけど、普通に。あの検査で。そう、あの遅延性検査さ、やってさ。で、だから、普段はもう食わないようにして。あれ持って帰ってきたんですか、本当に。そうだよ、小松が。小松のいたずらしたやつね、動画撮っとけばよかったと思って。いつもさ、俺が帰ってくるとさ、あのロッカーにね、モンテスがマスクしてたりとか、モンテスが俺のパンツ履いてたりとか。靴下とね。俺が気づく頃、周りにあんま人いなくてさ、いつもなんか、どうしようみたいな。見てくれる人もいないし、反応が出てないね。そう、そっと撮る。パワーヘイ、スケバン。いつもいたずらするかも持って帰って。おいしい。うまい。で、小松が住んでるやつが本当かどうかって。わかる。手渡り上手。マジうまい。コストコ？コストコ。これコストコ？あ、そう。コストコじゃない？コストコって胸肉もうまいの。美味しい、普通に。うん。あ、先輩飲み物なくなった。おー、好感度を上げに来てる。すみません、遅くなっちゃった。ありがとう。全然遅くないんだけど。でもこれでいいわ、米粉で食えるな。おいしい、粉もん。うまっ。チーズうまい。チーズうまい。おくっ。熱いっしょ。うん、チーズおいしい。うまっ。うん。チーズうまっ。小松くんはチームで誰と仲いいの？リクスかね。あー。ハンバリク、うん、確かにリクの行動記録にいつも小松いるもん。え、そうなの。あ、同じグループか。なんで何より。いや、何個した？4個した、5個した。え、でもそもそもさ、シュエさんからさ、小松くん自体さ4個した。タキ、タキはいや、もう、まあ、迷いながら言ってるやん。いつものスムーズさがなかった。お姉やがいるからな、分かってる。でもね、うん、全然ご遠慮はなく。うん、滝、滝ワード、滝沢ワードみたいな。笑いになるからね。うん、そう。笑いにならないけど。二人の時はやんないよ。二人の時はめっちゃ後輩感だし。嬉しい。逆にね。決まいてありがとうございます。決まいてるよね。小松はすごいよ。小松はねすごい。俺も見習うことがいっぱいある。マジで。結構もう高卒みたいないじられ方してる時ある。ある。どういうこと？もう最初だけがと思ったの。大卒1、2年だけがと思ったの。あ、そういうことね。有給の時からずっと変わってない。そう。水戸の時もそんな感じだったんですか？まあでも水戸は結構みんな優しいから、まあ、
いや、ほどよかったよ。でも琉球以外はもうほどいいけどね、俺にとっては。山形も全然。琉球ひどかった。琉球はひど。でも今も結構すごいのあるよね。何服着て風呂入るやつ。え星くん、この間俺の服着て風呂入ってきて、シャワー浴びてた。急に。あ、それなんか誰か言ってた。急にさ、小松とか先にシャワー浴びてるとさ、服だもんガラガラじゃん、うん、どっかにあるんだ、それを着てこうやって入ってくるで、お湯につかんだの最悪じゃん。え、どうすんの。小松はこの前、そう、山地と山くんの T シャツ、ね、そうだ、それ聞いた。全身やられたらきついよね。全身はダメだね。やっぱああいうの見てると面白いよ。マジで。本当にその人の気持ち分かって見てるとおもろいって言われてたの。なるほどね。やられてる方はきついよ。地獄。コウスケやり返してたね、この前。誰の、うん、誰の、ヤバくんすごいじゃん。メンタル。でも全部それを裏で牛耳ってんのがクシ君と入ってそういう指示とかも含めて。小松くんは、じゃあ高卒高、大中。えいい質問した。いい質問した。1年、大学1年生でやめる。うん、順天堂大学。そこで、オファーが。オファーがなかったです。え、あの普通に中退してから決まったってこと。そうそうそう、してなんかいろんなチームの練習会やらセレクションで YS 行きました。あ、そうなんだ。 YS は何年。1年。あ、1年。あ、1年。あ、すごいね。それで琉球。琉球、で山形。そうそう、 YS1 年なんだ、うん、その時ってさ、どんな契約だったの。アマチュア契約だから午後は仕事してました。なんの、なんか最初スクールやってて、あとの方は人材派遣会社みたいなこの、ただパソコンでメール打つ。あ、そうなんだ。テンプレあったのを貼り付けてもそれだけやったんですけど。単純作業だったんです。そう、なんか働きながらすごい。マジできつくなかった。きつかったですけど、実家だったかな。うん、そんな毎日は働いてない。有給は3年。2年です。2年か。小松3年目に来たか。あ、俺って小松と俺やったの1年だ。うん。あ、そうなの。で、もっと長いの。1年で2人とも多分。あ、そっか。あ、じゃあ俺もう1年残ってた君は見とる。あ、そういうことか。かぶってるのは1年。え、あのキャンプやったのだけ？一緒にやったの。一緒の部屋だったよね、キャンプ。あ、そうなんだ。ね。朝6時から筋トレ。朝6時から筋トレ。朝6時から筋トレ。え、誰が小松くん？違う、全員。あ、え？琉球。あ、そうなの？朝6時で太陽もの暗いままで、ね、なんか駐車場みたいな。そう、やだ。担いでた。ごめん、でも積み谷も全部やってもらってたから。ああ積み谷グッドボタン押してるって言ったら、何それ、とりあえず全部押しとくわって全部押してくれた。優しい。鍋とかやっても全部用意してくれる。あ、タキ育てていいよ、いや俺やるから。ナイターとかいいよね、特に、うん、小松とさ、やった時良かったよね。良かったね、あの私初めてなの、その試合見に行ったの。あ、そうなの、うん、すごくないやんか。すごい、結構いろいろモンテにはね、縁を感じてる。わかる、そういうね。でさ、ミトの時にさ、2019年シーズンでさ、周平さんが最後決めて 1-0 で勝ったんだけど、そうで、プレーオフで行くか行かないかみたいなんで、モンテに負けたんだよね。得失点差じゃなくて、得点差だよね。得失点差は一緒で、得点差が1負けてたかなんか。それモンテだもんね、すごいよね。そう、それの相手はモンテでさ、すげーって思っている。これだってインタビュー感動してこっちまで泣いちゃいましたもん。嘘つくな、もう笑ってるやん。笑ってるやん、途中から、ね、顔見てなかったけど分かったよ。あの、あそこの場にいなかった人たちは大体笑ってたって言ってた。大体爆笑したって言われて、感動的なシーンなんだけど、めっちゃ笑っちゃったんだけどってめっちゃ言われたもん。あんな爆泣きなかなかないもんね。あの話したっけ、なんで泣きなんだから話。こう、うーって泣いてて、うん、まあ、俺このままインタビューできないわって思ったのね。もう一回泣いちゃうスイッチ入っちゃう、なかなか止められない、止められない自分ですね、うん、でもスンってある瞬間にもう涙が引いたの、うん、それなんでかって言ったら、こうインタビューしてる時に目の前の席から、うん、泣くなバカ野郎っておじさんに言われて、怖いね、えってなって涙スンって引いて、その後のインタビュー喋れたよかったじゃん、あの声なかったら無理だった。かわいそう、怒られたの、ね、怒られた、泣くなバカ野郎。誰
結構近いとこだ。もう最前列の多分人よ。それ生きてる中でさ、いいじゃん、泣いたって。なかなか言われるセリフじゃないですね。やっぱり僕からするとですね、はい、動画すごい面白いです。うん、面白さだけじゃなくて、うん、ほっこりする。ああ。でもね、こう夫婦二人としてね、はい、動画ありきの行動になってほしくないなって。なるほどなるほど。僕から。あれがメインじゃダメだと。はい、なるほどなるほど。でカップルユーチューバーそれで不仲になっていくんで。そうなの。はい。生活の延長に動画があるべきだと、うんうん。ありがとうございます。金言ですけど。金言。金言いただきました。LINE でね、感想を送ってるんで。そう、すごい。あのコメント欄に送るようにのようにそう、ありがとうございます。なんとかなんとかなんとかが良かったです。コメントくれてもいいね。そう、コメント欄のような LINE してくるのよ。めっちゃ面白い。最初迷った、これボケなのかな。あー、本当に言ってんのか。どっちかな。ボケです。ボケか。両方、両方突っ込むのやめたけど。トミ君は面白かった。実はやって、もうシンジさんとかも全員夏ごろに来て、試合前にトミ君にヘアのスプレー、固めるスプレー貸してて、なかなか買ってこないなと思ったら、ロッカールーム騒がしくなって、シンジさんが、なんだよ俺のところにヘアスプレー置いたの、俺使う髪ねえよ。坊主やったみたいな。トミ君、お前それはやばいぞとか言って、小松に、これ誰のみたいな、これ小松のって言って。それはやばいぞ。めっちゃおもろい。マジでいたずらのセンス高いよね。面白いね。おもろいよね。